ベトナム戦争戦没者慰霊碑はアメリカ合衆国の首都ワシントンの記念慰霊碑、ナショナルモールに位置している。ベトナム戦争記念碑とも呼称される。ナショナルモール内、リンカーン記念館の北東に位置し、慰霊碑の主な部分は1982年に完成した。慰霊碑は内務省、 国立公園管理局によって管理され、年間およそ300万人がここを訪れる。メモリアルホールは2個の黒い花崗岩で作られた壁である。全長は75メートル、高さは3メートルに及ぶ。米国の建築家、芸術家マヤリンによって設計された。一面に戦没兵士の名前が刻まれており、常に花束を捧げる遺族や、 親族の名前の文字を紙に写し取る遺族の姿が絶えない。マヤリンは当時21歳のイエール大学学生であり、当初はコンペに対し試しに出品したものであった。1981年のコンペ優勝後、彼女が中国系アメリカ人であること、伝統的な遺霊碑にありがちな具象的な英雄像でもなく、戦没者を称える秘分もない。 破壊しのような抽象的な立体であったことから多くの非難を浴び、急遽三人の兵士と題された伝統的な人物彫刻がマヤリンの意思に反して廃棄された。しかしながら、1982年の公開後はメモリアルウォールは戦没者異例のシンボルとしてほぼ定着している。ありがとうございます。